はい、それでは、ね、この、G の、アルペジオが分かれば大体、いけます、G で、のダブルストップで、弾くとき、まずだからここまでは3弦で4弦ね。で次は、2弦と3弦。ほんで、3弦4弦。ここまでが1弦目よね。で次、待ちましょうね。